ここで初めて会ったのか、二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初のスイートガールフレンド。たわいもないささやかな記念日、暦にそっと記してた。今日何の日だけで尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆい、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない。それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて、このまま二人合わない方が。それが明日でも五年先でも、いつでもここで待てるから、約束しようよ。そして二人心に赤い糸を光に結ぶ。